はい、やっぱりね、ちょっと来ちゃいました。また時間があるんで、ドーム前なんで、また京セラドームに行きたいと思います。はい、この長い長いエスカレーターをね、登っていきますよ。はい、はい、皆さん関西に来た時はこっち側ね、開ける側違いますからね、注意してください。まあでもちょっと本当はエスカレーターのルール上は、あの、片方に座ると壊れるらしいんで、ぜひ皆さん真ん中に持ちましょう。まあ誰もいなかったらね。おね、京セラドーム大阪ご来場のお客様は改札口を出て左側に進んでください。ちょっとね、違う感じでやってますね。はい、いやー、すごい分かりやすい表示がたくさんある素晴らしい駅です。はいね、昨日ちょっとこっち側をね見に来なかったんで、いやー、ここにもありました、この素晴らしいポスター。なんかね、いやー、本当に素晴らしいですね。これいつ、そうだ、もうそろそろ日本シリーズに張り替わるんじゃないですか。いやー、日本シリーズ行きたい、絶対行きたい。はい、今日もね、ちょっとイオンモールに行きたいなと思います。またこの素晴らしい入り口が待っておりますよ。もう最高のデパートだね、これは。マジ最高のデパートです。最高の気分になって入れる。はい、ちょっとやっぱ売れ残っちゃってますね。やべえな、これはな。やっぱり試合がないと売れないのかね。ちょっとないですね。はい、来ましたよ。ね、バファローズ。オリックスバファローズ。本拠地。京セラドーム大阪です。まあ今日の方がまあ人は少ないですね。昨日はね、ちょっとやっぱその余韻でいた人がいたんで。あ、でもオリックスファンいますね。素晴らしい、みんなやっぱり集まってくるな。はい、これもね、いや、全員で勝つ、素晴らしい。こんなに京セラドームが好きになるとは。僕はどっちかというと神戸派だったんですけど、最高です。はい、ちょっとですね、僕の大好きなガチャが来ました。夏の陣ポスターガチャ。よし、この全何種ですか、めっちゃいるね。すごい、ちょっとあのガチャ引きたいと思います。じゃあ一つ、これだ。これが誰なのか楽しみですね。またなんかありましたよ、シークレットが。いくら、1枚いくら。とりあえず1個買おう。はい、またなんかね買っちゃいましたね、いろいろ。もうね、オリックスは関係ないぜ、財布の残りなんで。行きます。もうね、ちょっとボーナスももらえるんでね、ちょっとそれを全てかけます。はい、ビーズショップもね、もういいよこれは。もうね、最高だこれは。すごい、チケットカウンター。はい、じゃあちょっと前の探検ではね、実はこっち側を全然来てなかったということに気がつきました。はい、こっち側なんとですね、素晴らしい道があるんです。これね、選手の必要ですよ、これ素晴らしいですよね。これがずっと続いてるんですよ、これね。ちょっと行きますよ、できるだけ離れていきます。はい、吉田正尚、
山岡大輔、福田周平、宮城博也、足立良一、田島大輝、若月健也、増井博俊、T 岡田、山本由伸、アダム・ジョーンズね、さらにベルちゃんがいろいろ案内してくれています。いいですね、もう何回見ても。そしてですね、さらにね、この反対側、反対かな、これ歴代の名選手たちの名言が、はい、佐藤和弘、パンチ佐藤、すごい、扇さん、こっち側にもないですよ、はい、藤井さん、藤井さん、阪神のコーチになっちゃいました。あ、これは日本シリーズの時だ。はい、というわけで、こんな素晴らしい道があるわけですね、うん、幸せです。はい、じゃあそこをですね、さらに抜けていくと、またこんなね、道があって、またね、ほら、優勝です、優勝ポスターはありますよ、もちろんね。そしてですね、まあなんか県とかあるお店のやつとか、あとはね、これ見てください、オリックスで、さらにこれはね、これはちょっとオリックスじゃないですね、これはあの歴代のなんか、あのコンサートをしたアーティストの方のやつがあるんですよね、まあ、オリックスのね、ポスターまだ忘れませんけど、またアーティストの方がこうやってね、いっぱい手形があって、あ、またあった、またあったよ、はい、ね、ケンタッキー推しですね、はい、またね、オリックス、はい、そしてですね、またあのね、野球のなんかホームベースが、ホームベースか、これなんだ、まあ、なんかバファローズタウン的な、でこのままですね行くと、はい、こちらはなんかあの VIP の方がね入るやつですね。まあちょっとね、まあ私は縁がないところかもしれません、ここにもありますね、ここにも、そしてこれね、次見てよ、スターダイナーっていうね、これレストランがあるんですよ、これね、レストランから食事しながらオリックスの試合が見れるっていうレストラン、多分ここでな、この今シャッター閉まってますけど、あのレストランがあるんです。僕も1回だけ行ったことあって、でも料理も美味しいしね、すごいいいですよ、ここか、はい、いろんなねありますけど、ほら、ちょっとこの入り口かな、これこっちなんかだいぶ端ですね、クラブスタジアム、ここも、あ、これ違うな、これスターダイナー、また違うあれですね、いや素晴らしい、なんかいろいろあるんだな、そういうなんか食事しながら見れるところで、多分このまま抜けていくと前のあの名前がね、あの掲示されているところとかに、一周できるっていうね、こうなりますね、はい、またあります、はい、いやもう本当に素晴らしい場所なんで、スタジアム B サイト、全部なんかオリックスっぽいからね、いいよ、あのロゴだ、ほらこれ B's スクエア的なところに来ましたんで、はい、これで一周できます、京セラドーム大阪、楽しいですよ、ぜひ皆さん来てください。またこれね、全体案内図があってね、もうほらそのまま行けばビーズスクエアですね、はい、そしてまたあります、素晴らしい、
ゃあ行きましょう。音楽もね、もう基本的にオリックスが勝ってるんで嬉しいですね。やっぱね、ケンタッキーは試合やってないからね。Go to あ、すごい、これさっきまでなかった、さっきまでなかったやつですね。あ、これ本当に最初のじゃん。これなんか確か私が最初の観戦動画で使った写真じゃないですか、もしかして。すげえ懐かしい、懐かしい。ここも結局あれかな、リップ的な感じ。すげえ、このやる気マックスですね。すごい、赤丸食堂、大正中のワンドリンク、素晴らしいお店がありましたね。おい、え、マジこれ食べたい。いやでもちょっとあの今からちょっとね、いっぱい食べに行くけど、ちょっと今日は無理だ。また今度食べたいと思います。すごいな、赤丸食堂行ってみたいですね。はい、じゃあね、今日も京セラドーム大阪、楽しんでまいりました。はい、あのマークもね、やっぱりまだたくさんの方が、ファンの方がね、撮影に訪れています。いや本当にオリックスね、優勝してよかったなって本当にね思いますね。素晴らしいチームですから、今年ねオリックスを優勝してくれたのが本当に良かったです。はい、それじゃあね、またね、ちょっと次の動画でお会いしましょう。私はね、ちょっとまた今日はいろんなある約束もあるんで行ってきます。はい、ですね、ドーム前千代崎駅、こんなものがありました。ちょっと今まで気がつかなかった。やっぱこれがあるね。すごいね、この丸のね、この丸枠でやってくださってる、素晴らしいです。ありがとう、地下鉄。